中南米旅中でっかいペットボトル買いがちでおなじみのアキラです。本日ですけども、またまた告知の動画いきたいと思います。なんと先週か放送されていたユーロベロのシーズン4、イギリス、フランス、ベルギー、オランダ編のミニ版放送決定決まりましたということでね、日時が1月の29日月曜日朝の7時45分から8時まで15分間ですね。で、NHKBS プレミアム 4K での放送となりました。なのでまたね、来週から朝やるので、ぜひ見てみてください。あとはね、4K サイズが大きいので、録画のレコーダーだったり、ちょっと軽めにしといていただけると助かります。逃さず予約してみてください。そしてもう一個、前回に続いて引き続き同じ告知ではあるんですが、1月の26日、金曜日、10時35分から深夜の、0時5分まで、ユーロベロのシーズン5。合ってるよね。今回初回放送です。バルト三国編です。エストニア、ラトビア、リトアニア。で、この3カ国をね、回ってきたので、ぜひそちらも楽しみにしてください。言うまでもなく、自分もまだ見てないので、超楽しみ。どんな作品に仕上がってるか気になりますね。ということで、立て続けご報告動画になっておりますが、ぜひ皆さん見てみてください。で、今何してるかというと、引き続きコスタリカにおりまして、ホステルでグダグダしてるという 感じになります。放送流れる頃には違う場所に行ってるかなと思います。で、まあそのチケットを今から取るっていう感じなんですが、今回の旅ですね、一風変わっていてというか、ちょっと自由度を高めた旅にしようと思ってて、ホテルとか航空券とか直前で撮ってるんですね。直前。明日どこ泊まるか、どこ行くかみたいなの決めて、飛行機取ったり、行き方を考えたり、やってます。まあこれ良くも悪くもあって、まあ悪い点で言うと、自由に見せかけて次が決まってなさすぎるから、1週間とかホテル取らない限り、3日とか2日だけ予約しちゃうと、もう常に次を調べていかないといけないじゃん。観光とかもしたいから。ってなると、割となんか、パソコンと向き合うというか、スマホと向き合うというか、そういう検索してる時間が長くなっちゃってます。で、あともう一個、もう二つデメリットがあって、まあ、宿とかギリギリになると空いてなかったり、いい宿は埋まっちゃったりするよね。当たり前だけど。っていう点と、飛行機だった場合、値段が高い。これは自由と引き換えの部分なんですけど、直前は値段高いよね。から、飛行機だけは先に取ろうかなと思いつつ、でもそれやっちゃうと、お尻が決まっちゃうからなっていう、この葛藤があります。でも、さすがに、そんな贅沢言ってらんないので、飛行機とか取んないとなと思いつつ、日々過ごしてます。逆にメリット的な部分で言うと、まあ、やっぱり何も考えなくていいので、考えなくていいっていうか、何も気にせず自由に、ああ、今日はどこに行こうかな、みたいな感じだったり、ああ、明日、やべえ、宿取ってないけど、どこ行こうかなみたいな。とか、あと、長期で撮らないので、あ、この街微妙だったなってなったら移動できるし、あ、この街もっと行きたいなと思ったら延泊すればいいし、みたいな感じで、気に入ったところに、好きな場所に行けるっていうのがやっぱり、まあ最大のメリットですね。で、あと、たまにっていうか、まあこの度1回しか発生はしないんだけど、なんか直前すぎてホテルがめっちゃ安くなってるみたいなパターン。直前、ラストミニッツセールみたいなのが流れたりするじゃん。あ、普段150、まあ日本円で言ったら2万円ぐらいしちゃうけど、なんか直前すぎて、50ドル、8000円とかぐらいになってるみたいな、ラッキーパターンとかあったりして、運すぎてあまりおすすめはしないけど、なんかそういう時もあるな、思いました。まあという感じで、自由気ままに旅をしてますが、中南米危険な場所ではあると思うので、今のところまだ危険には遭遇してないですけど、まあね、適当に楽しんでいきたいなと思います。緩すぎない。緩すぎるよね。旅行いっぱいしてるように見えてさ、結局いつも行ってんのって、週末2泊とか3泊とか頑張ったり、まあ1週間どっかとか、長くても2週間どっかくらいだったし、撮影で行くって言っても10日間、まあ前入りして11日間とかってなったりするぐらいだから、結局長期の旅行ってあんまりしてなかったんですよね、最近。から久々にちょっと遠くに羽を伸ばしていきたいなとも思ったし、まあそれについては実際に中南米編の動画が、まあ1年後とかに出ると思うので、ぜひその時に見ていただければなと、思います。はい。という感じで、告知からの
なんか現状みたいな話になりましたが、もしこの動画がいいと思ったらぜひいいねとコメントいただけると幸いです。あとチャンネル登録しない方もしいたらチャンネル登録、あと関連動画出てると思うのでそっちもチェックしてみてください。では、無事に旅ができることを祈って、ではまた、お願いします。バイバイ。